いや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 、ドッキリってのはバレないもんでさな。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました、ドッキリ初心者、私ドッキリデストロイヤーである私がですね、最近標的としては高レベルなところにですね、頑張ってドッキリ仕掛けておりました。いろいろと、まあ、それに関するちょっとこうアンサーじゃないですけども、はい、が返ってきたということで、ちょっとまあいろいろあったんですけどもね、まあそのあたり今日進めていこうと。どういう、いやちょっとわかんない、まだ言ってもないから、これちょっと呼び出されてんだよ。いやいや違う、俺じゃねえし、いや俺じゃねえ、昨日っていうか、これ収録する前の日にですね、ドズボンとちょっと電話してですね、事情聴取されちゃって、疑われて辛い話もありますよね。疑われるっていうのはなかなか辛いもんであります。はい、いやでもね、このね、まあ、ドッキリっていうもののこう曖昧さ、わかる？ドッキリって曖昧じゃん。あ、それドッキリだったんだとか、なんかドッキリって言っときゃいいみたいな、大きなその保険じゃないですけど、くくりになってる感じがあるじゃないですか。で、私はですね、まあ講義に捉えすぎる癖から、何事も幅広く捉えすぎてしまい、まあ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 、いや、やられた時もですね、別に潰しても、なんだろう、クリアしちゃっても別にそれは成立するのかななんて考えたりとかするわけで、まあまあとにかくちょっとね、なんていうか、その柔軟すぎるがゆえのですねいい風に言ってるけど、いやわかんないんだけどね。あ、まあ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 、はい、これ何これ、ちょっと今からちょっと演技するわ。何これ、タイヤ盗んだ犯人、心当たりがして、いや心当たりとか別にないんだけども、犯行現場に来てください、犯行現場に来てくださいっつって、犯行現場分かってるでしょ、犯行現場をね、にお越しくださいっつって行ける時点でもそれは犯人なんだよな。だからこう行けないんですよ私は。まあ盗んでないんだから。さあ、まあそんなこともありますけどもね、ここいい感じ、おお、ここいい感じになってる、知ってました？はい、ここもやんないといけないんだけどね、ちょっとね、最後に向けて、まあ年内最後に向けて、ここをまあ綺麗にしていくっていうことを、まあ一つこう目標に抱えてるので、そうだな、まあぼちぼちこうちょっとこう進めていこうかなとは思ってんだけど、今日はもうやんない。いやもう調整していかないといけない皆さん。そうそう、そろそろこれね、ずっとここのワールドでできるわけじゃないですから、調整も入れていかないといけないんですよ。2021年ですね。それ今年ですね。2022年はちょっとチャレンジでね、頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。そうだな、目標を掲げないといけないですね。まあ近しい目標で言うと、まあ YouTube だったらそうですね、今ずっとくすぶって同じ感じなんで、30万人ぐらい目指すとか、まあそんなところでしょうか。はい、それをまあ2022年掲げやっていきたいと思います。いくか。断罪されます、いろいろ考えよ。エルダーガーディアンの九段があって、でダイヤの犯行、ダイヤもエルダーガーディアンもまあ私なんですけど、まあ言ったら何かしのことが起こる可能性ありますね。でもここはですね、裸一貫じゃなく、もうこの状態で行こう、もうそこはね、うん、そうだよね、しかもこの状態で行くんだけど、もう別に大丈夫だよみたいな雰囲気で行かないといけないと思うんですよね、こういう時は。うん、そうしよう、そうしよう。うっとうしい、うっとうしい、マジでうっとうしいんだけど、怒られるんじゃないかとか、なんか怒られる前のなんかあれになっちゃってるわ。うん、持ち物を全て置き、清らかな体で入りたまえ、責任は取りません、全部入れてください。怖え、マジで怖え、だって2つもあんだよ、怖すぎるだろ。こうやってそれはね、指示があるんだったらそうするじゃんね。清らかな体で入りたまえ、はい、入りました。懺悔前に寝るの推奨です。あ、なるほどなるほどなるほど、懺悔前に、はいはいはい、もう夜小魚を食い改めなさい。もうバレてんじゃんねえ、バレてんじゃん、犯人だ。あ、もうそうだよね、バレない説が覆された状況でございますね。アメディストの台座に、座り懺悔、しなさい。この本に反省文を書き、初見台に置けば神は許すでしょう。あ、なるほどですね、ここで、はいはい、場所はここね、 OK。 そして、これを、はい、これを
反省文ね。オッケそういうことか。やべえ、出れねくなった。完全に出れないじゃん、これ。完全に出れないじゃん。出れへんやないか。出られへんやないか。おやっと。わかりました。ここから私がここから脱出する様子をお見せいたしましょう。必ず。触れねえ。チェスト。うわー、触れねえ。くそー。我がエルダーガーディアンが自分のエルダーガーディアンにやられてしまいました。寝る。そうか。うわー、単純にやられたとしてもここで復活してベッドも潰せない。やばいやばいぞ、これはやばい。まあ、この中で言えば、冷静に考えてください。この中で言えばどのブロックもですね、羊毛じゃなくてここじゃなくてここじゃなくて、潰しやすいのは間違いなくガラスであり、あのここのガラスを潰すことで、そこからアイテムを引っ張り出すことができますので、まあなんとかなるわけですわ。これのあと1分40秒待って、このガラスを潰します。いいね。いやここを潰せないのか。じゃあ出れるんかね。さあ来たぞ。5、4、3、2、1。マジでそんなひどい？これ、待て、これみそぎ、完全にみそぎじゃないですか。反省してます。今後ドッキリちゃんとするから、ただのいたずらじゃなくてドッキリちゃんとするから。収録の邪魔してごめん。オッケーとか、もうこれ最悪だろ。オッケー、頭を回し続ければ、おのずと何か正解が見えてくるのである。採掘速度が低下しているだけで潰せないわけではないんじゃないか。説、潰せないわけでは、ほら、採掘速度が低下しているだけで潰せれないわけでは、じゃあここ潰せよって話か。よし、エルダーガーディアンの呪い対私のこの忍耐だ。よし、脱出完了。ひどいんだってマジで呪いねえ。誰だ、あんなエルダーガーディアン連れてきたのねえ。あのエルダーガーディアン連れてきたの誰ですか、マジで。やられたわ、マジでやられた。ってことでですね、
そうですね、牛乳持ってきて、いや、そうだな、メッセージ書いとこうか。ここに10分は閉じこもってました、自力で脱出。おい